タイタン族の最後の生き残りクロノスが砂漠から現れた。その背中にはパンドラの神殿をいただき、秘宝を求めてやってくる者全てに挑む用意をしている。山中矢をかけてクレイトスは切り立った崖を登った。彼は知っていた。パンドラの箱を見つけ出すか、さもなければ呪われた神殿の中で死ぬか、人間の世界に二度と戻れぬことも。神殿を制覇できるとでも思っているのか。成功した者などおらん。遅かれ早かれハーピーがお前のムクロを運び俺が焼くことになる。神々は人間がパンドラの箱を奪わぬようにとここに隠した。それでも毎年俺はこの門を多くの兵士のために開け、多くの死体を焼いている。俺がお前ならすぐに立ち去る。だがお前の決心は固いと見た。いいだろう。神々が困難に打ち勝つ強さをお前に与えんこと、こう思いの。いつの時代も同じだ。愚か者は栄光を求める。俺の姿を見ればわかるだろう、このボロボロの姿を。この神殿に忍び込み最初に死んだのは俺だ。それ以来罰としてここで死んでいく者たちの面倒を見ているのだ。この神殿を建てた建築家は狂信者だった。奴は神に仕えることでしか生きていけなかった。
やつはまだこの神殿の中で生きている。自分を捨てた神の怒りを抑えようとしてな。